キャラクターを登録するんだ。7枚まで登録できる。登録するキャラクターが決まったらこのチームで戦うチーム決定だ。次にバトルアプリを発動、バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。準備はいい。敵のアビリティは必要だ。体力ボーナスを使うぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンドアップ。敵のアビリティは必要だ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。いい攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ラウンド2。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。合体モード突入。メインを枠の中に入れるんだ。このまま2枚のカードを合わせるんだ。このまま2枚のカードを合わせるんだ。はっ、ユーザーが成功したぞ。ちゃちゃっと片付けてやった。テストモード突入。光っているテストカードを順番に枠の中に入れる。このカードを、このカードを反応枠に動かすんだ。このカードを、アルティメットユニットチャンス。光っているカードを枠にリーダーをエリアに置く。次にメンバーをエリアに置く。ユニット効果発動。仲間のアビリティ発動だ。俺を甘く見てないか。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。
チェンジモード突入。カードをこすって火を止めるんだ。いいぞ、そのままこすり続けろ。よし、その調子だ。なんてすかまじいだ。覚悟はいいか。スーパーサイヤ人に変身したぞ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。これが本番だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君の心を取りた。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。見事な勝利だ。これが今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。やったな、レアチケットだ。バトルアプリ発見。バトルアプリゲットだ。おや、もっと強くなれる。あとバトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。仲間との絆が深まったぞ。絆レベルアップだ。絆レベルアップだ。